麻雀スタジオ。今撮ってるんですが、この下に設定受信ボックス、マイデータ、プレイデータ、マイアイテムショップ、ガチャみたいなたくさんありまして、普段はもう本当に撮影のためにしか MGA しないんで、まあ、何かを目指しているわけではないので一切触らなかったんですけれども、この下にあるプレイデータから自分の成績とか、過去の配布とかが見れるということを、ちょっと教えてもらいまして、見てみると意外と面白いですね。初めて見たんですけれども、今までのこう自分の成績とかこうまとめられていて、データ化されていて、あ、これは面白いなと思ってちょっと眺めてました。トンプー戦ですね。で、最初のパート60ちょいぐらいまでは順位とか段位はどうでもいいっていう感じで、全く気にしてなかったので、まあ、通算成績を見たら、ああ、なんか大したことねえなと自分で思ったんですけれども、やっぱここ10試合ぐらいかな、ちょっと段位を目指してみようっていうことで始めたので、まあ当然段位目指してるんで、成績一茶多かったですね。一茶が9回、今月のデータかな、一茶が9回に対して4茶が2、3回ぐらいだったんで、で2茶が4回、3茶が3回ぐらいだったので、まあ、このペースをずっと保てば、まあ、普通に考えてプラスに行くんじゃないかなと。難しいな。ちょっとこれ3色にならないと思うので、今ドラの方を厚く持ちましたね。ドラの二度受けっていう方。まあ、イースーソー引いたら選択ミスぐらいかな。もうメンツができちゃってるんで、他は、あ、これいいですね。一応、タンヤオもつけれるようにチーピン残しましたね。ローピン引いてくるとタンヤオになるんで、うわ。こうなると、ちょっと一通見ますね。ドラがローピン なんで、休めでも高いと、1通にならなくても点数が望めるので、マンズをジャン島にして、あ、来た来た、メンピンドラドラ、あ、メンピンドラさん、リーピンドラさん積もって3000、6000、9ピン積もで倍満ですかね。せっかく狙い通り行ったので9ピンを積もってほしいですね。裏1個乗れば倍満です。まあでも高めで上がれたんで、まあいいんじゃないでしょうか。あ、こういう状態になると1人が大きくへこむと他の人は積もると運っちゃうので、こう私の直撃、見逃しをして私の直撃を狙わざるを得ない状況になるんで、いっちゃを狙うとですけど、かなり有利ですね。これは本一は見てないです。
むしろ2差しぐらいの方が見てるかな、本一だったら。これはあの流すためのトンドラ位置とか、あ、一応相当本一ドラドラドラとかそのあたりかな。なので想図はチーとかポンされますね。なんでちょっと想図はできるだけ切らない方向で、ローソーに何かくっつけて満足としてヤンウワン固めたままテンパイまで。E1 と3番多分落とすと思いますね。チーソーあたり持ってきて、トンパク本一ドラと赤入ってたら跳ねまんか。で一応人泣きテンパイなんで、スーワンウーワン三蔵泣きますね。ウーソーが残り2枚、これポン。シーソー出てきたんでまたぎ筋かなと。6キスはない、一発そうか。パスを通りましたね。まあ一回手崩したんで、ここは無理して想像すべきではないと。まあ今のはビリの人に無理無理突っ込んでマンガン跳ねマン食らって、結局また点数平らになっちゃうのが一番嫌なんで、一番こうフリーになる打ち方なんで、まあ脳天で OK と。泣かないです。一泣きもこれ初ドラ表示牌にあるんで、もう初ポンできないんですけれども、泣かないです。例えばこれ人泣き天敗であれば泣くんですけれども、こんな2巡目で初ポンして初ドラ1がいいとこで、しかも他3人からリーチきますから、親でどうしても連チャンしないといけないぐらいの事情があれば別ですけれども、こうちょっとどっしり構えて、まあチート1っぽいですね。ちょうど自敗、ドラもチューンですから。ただ上チューン切ってきたんで上早そうかな、それとも単純に気づいてなくてああやべえっていう切ったのか。でトン本位、ダブトン本位図1万2000が見えるんで、想図は切らないようにと。はい、あれ違ったかな。もう想図テンパイかダブトンドラ1ぐらいか。でこの人ドラも切ってきてるんで、まあテンパっててもおかしくないですね。なのでこれ
チーソー余ってますけど、ソーズで染まってる可能性あるんで、まあちょっとソーズ警戒ですね、ここ。リャンゾーは切れてるか。まあ完璧に読むのは難しいですね。チーしてみようかな。ちょっとチーして初落として、単野をドライ1で、この親さえ流せば私有利になるんで、ここでこの親に上がられちゃうと平たくなっちゃうんで、あ、これはナイス、ナイスというか、ナイスではない。あ、これが一番嫌なパ、ダメなパターンですね。これ一番ダメなパターンです。このビリの人が息吹き返しちゃったんで、これでもう他の2人も大いに、もうロンツもできるようになっちゃったんで、まあ泣きが、泣きのせいか、泣かなければ順目変わってなかったんで、いつも順。ちょっとこの曲は厳しいかな。あ、国士だったな。で、親がもう本一なんで、チュン、マンズかピンズかどっちかって感じですね。あ、ピンズですね。じゃピンズは切らないようにと。自敗はまあ、切りますね。さすがに、そう、あれ？ピンズ出てきましたね。なんだろう。まあ、ちょっと私の手もこれ、会心のツモしてくれないと全然あの話になんないんで、ちょっとこの辺、この自敗が攻めて問いつってれば、お、留意層が来たぞ。どうしようかな、これ多分本一はなんないですね、初泣けないし。あー、まずいな。あらら、張ってた4000オール、強烈だな。これで完全に息吹き返しちゃったんで厳しくなりましたね。あ、もうこれはトンパツ、ちょっと流してあげないと。今右の人のノリに乗ってるんで、まあ、あわよくば、あ、本一見てたんで、ちょっと E1 切ったのがな、ちょっとまずかったですね。この切り方。まあでも、トン、ハツ、7、8、9、関数1、チー1ジャントのも4面ツ1ジャントできてるんで、あとは、面前でいけるか。ちょっと人泣きですね、ここ。点数うんぬんっていうよりは、ちょっと親の、親を流してあげたいんで、スーワンとトンパツはチーポンします。親はピンフ系の捨て牌で、まあ普通にリーチと、そういう。で、イーシャンテン。スーワンと、まあチーワンどうだろう。チーワンはポンするのかな。スーワンはチー、トンはポンです。あ、こうなると話違うな。あ、これはおやつ。
1ドラドラ77ちっちかな、ちょっと逆転されそうです。まずいな、5本場ちょっとトン1曲直撃してこう1人へこみができて、まあかなり有利で余裕だななんてちょっと思ってたんですけれども、まさかの3連チャン、しかも高い。かなり勝負が長引いちゃってるんで時間大丈夫かな。ここはちょっと今かいくぐって天敗は遠いですね。あーでもいけるかな、三蔵通ればいけるかな。ここは、あ、いいね。で、筋のパワーを落として、チーポンして、タンヤをドラ1で。これは予想外だった。ついな、ちょっと親の振り込みはしたくないんでパワー1通します。ローピン、親にはローピン通ると思うんですけど上わかんないですね。リーチ一発積もピンフドラドラ3000-6000、ちょっと大物手が飛び交う場でトン1局まで有利かなと思ったら平たくされましたね。もう完全にもう点数一緒みたいなもんで、もう2局上がんないとトップは取れない。でこの手牌か、国士も見えるんだけれども、国士は国士よりはもうちょっと動いてみよう。あんまりこういう早い 2,3 巡目で泣きっていうのは しないんですけれども、ちょっとここ5、4局ぐらいがこれ痛いな。ここ4、5局全く動けてないんで普段やんない動きをしてみると、これは泣かないです。思ったほどツモも伸びないですね。ここは泣いてみよう。こいつもまあドラにくっつくか、まあ、ウーソーど真ん中にくっつく。言いそう出たらもう裸探検やってみます。よっしゃ、どうだ、トントンシャートイトイドラ1、この EP なんか
ドラ相場なんで出づらいとはいえ、まだみんな1枚も切ってないので、ドラ表示範囲に1枚だけ、ちょっと面白い街でいいかもしれないです。おお、これはいいとこから出た。裸短期なんて久しぶりにこう見ましたね。ちょっとあの普段絶対やらないような動きをこうちょっと入れて、あまりに流れが悪すぎて面前で全く手がこう進まなかったんで、あえて変なことやってみるみたいな。でこれチャンタとか、私こういうあの一人麻雀とかだとこれはチャンタでなんてすぐ言うんですけれども、ここはあの先天でいいんで、あの形をなんかすごい形を追う場でもないので、まあこっちかな、まあ普通にピン風に向けて、まあ赤嘘も別に必要じゃないですね。点数の高さは必要じゃないんで、赤ウ切っちゃいます。ちょっとあのイースーソーで見てるんで、ここイーソージャン島のイースーソー、ルーパーピン、関数ワンとかで見てるんで、ジャンゾーも残しちゃったな。どうだろう、リャンゾー。まあわかんないですね。ただチーソーの裏筋サブロッソーなんで、ああこう来たか。さすがに関数1で、残り1枚の関数1でリーチはきついな。なんかロー1でも引いてくればピンフ伸びでいいんですけど、イーソー3ゾー通ってますね。 E1 もさっき通した。なんか偶然ラス1の数番あれ積もっちゃったみたいなのを期待して今テンパ維持してます。ほう、タイヤ王までもうちょっと、あー E1 取っとけば、考えたらもう話なんないか。三蔵も通った、あれ三蔵通ってたっけ、3層通ってますね。こここれ何ションパイか、なんとか切っちゃいました。テンパイ、あちょっと今あの時間なかったんですね。ちょっと今の部分まずいですね。3ワン切ろうと思って余裕ぶっこいてたら勝手に右腕切れました。ちょっと今の右腕はローンってされてもおかしくないです。あのいわゆる30秒の時間切れですね。これね、やっぱり解説じゃなくて段位目指すだと30秒の時間切れってあんまりないんですけれども、今時間切れがあって右腕が切れちゃいました。あと100で次か。1茶と2茶。ストレートでいけば1茶と2茶か。まあそんな感じで、あでも1茶と2茶なんで、まあさらっといけるように頑張りたいと思います。でちょっと今回の連チャン続いて長くなりましたが、見てくださってどうもありがとうございました。また、段位目指してみるんでよろしくお願いします。失礼します。